医者裁判の際の、ルドルフ・ブラントルドルフ・ヘルバン・ブラントは、ナチス・ドイツの親衛隊隊員。階級は、親衛隊大佐。ドイツ内務省でのハインリヒヒムラーの相談役。法学博士号を所持。フランクフルト・アンデア・オーダー出身。タイプライターの即機関として、訓練を積み、また法学を学ぶ。その後、ドイツ内務省に勤務した。1932年に、 法学博士を取得。同年、ナチス党。そして1933年には、新英隊に参加。1933年12月上旬、カール・ボルフの新英隊全国指導者個人幕僚部に勤務し、1936年から敗戦まで、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーに側近として使えた。1930年代の終わり頃から彼は、 ヒムラーと内務省の間の連絡将校となった。1943年からはヒムラーが内務大臣となり、内務省におけるヒムラーの相談役となった。彼はまた強制収容所内で行われた新英大軍医たちによる人体実験の調整や管理を行っていた。アウグスト・ヒルト博士の人種図外骨コレクションのために86人のユダヤ人を殺害したことに関与している。 ナチスドイツの最後の瞬間、ハインリヒヒムラーに同同して、一緒にイギリス軍の捕虜となった、新英隊員の一人である。戦後、アメリカ軍の軍事法廷ニュルンベルク継続裁判の一つ、医者裁判にかけられ、1947年8月20日に死刑判決を受けた。1948年6月2日に、ランツベルク刑務所において、公主刑に処された。 39歳没、生没同日であった。ありがとうございます。